はい、どうも。おととい来やがれは無理です。ワイワイと申します。よろしくお願いします。さあ、ということで、始まりました本日のスーパーマリオメーカー2ですね。今回で第3回目の動画となるわけですけれども、まあ1回目2回目とね、本当にまあ私にとっては多くの方々にね、ありがとうございます。クーパーさんもね、見ていただいて、でまあ3回目じゃあ何をするかってことなんですけれども、まあ相も変わらず、ちょっとまずは世界のコースをプレイしていくと、そしてその後にまたね、できれば自分のコース作れればなと思っておりますので、では早速始めていきましょう。はい、ありがとうございます。さあではね、今回はもう最初からね、どこまでマリオチャレンジ、これはやっぱりねプレイしたいなと思ってるんですよ。まあ前回初めてやりましてね、これはとても難しいで、ただもうどこまでっていうか、もうスタートの時点でもできませんでしたから、今回の目標はやっぱ2コース目には行くと、30機以内で1コースをクリアすると、やっぱこれをね達成していきたいなと思いますね。半分のごめんなさい何が半分のごめんなさいって、全力で謝れよお前。こうか、いけー、いやー、いくよ君のもとへー全力で謝ってほしい。ごめんけど、アメリカ、何これクリアしたから、でもこのコースやるってことやろ。ある意味謎解きじゃないこれ。すごいよな、これ。ちょっと待てよ、なんかのこういう風にしていくとか、うわちょっとこれ謎多いな。向こうから出たタイミングでなんかできるとか、そういうことなんか。ここら辺に、あ、これあった、隠しブロックや。あ、これお前俺と同じ選球眼の持ち主や、これ。うわめっちゃテンションわかんねえけど、何これ。ここのコース、うーわやってくれるやん。これでもなうーんじゃないの、うとうしいからやめて。よっしゃ、じゃあ履いてみるよ。どうやって入んの、こうか。いやこれ結構むずいねんな。あ、なるほど、これちょっと待てよ、こっから壁じゃんじゃん。あ、違うかな、こうやろ、でこうや。なんでいかへんねん、だからそこで。お前なんでお前自分の夢ないがしろにすんねん。お前のドラム缶夢の片道切符ちゃうんか。お前つかめよその片道切符。そうやん、いけるやん、お前やったできんねんから。なんでもお前やったできるねん、なんで諦め、なんでやねん、なんでやねん。こっから こうやって、え、いやこれ俺、無理なんちゃうかあれ。え、どうなんさ、マリオ的にはどうなん。これさ、俺思ってんけどさ、この辺りからさ、こうやってやって、この距離的に、あ、こっちか、まさかこっち行けんの。え、ちゃうやんいや、もしかしたら、おお、すごい、もしかしたらこっちからグーして、ビューグーンって、ほらもう自分の足に追いつけてへん体が。これでグーンいって、うわこっちか。でもそこはもうごめんやけど、マリオに頑張ってもらうしかないわ。申し訳ないけど、ほんまいつも俺したいな。いやいや、ほほいや、へが言うて、ほんま楽しそうで何よりやわ。おじさんはお前が楽しそうだな、お前を見てんのが俺唯一の楽しみや。なんで届かへんねん、だからもう届かへんてこれは。え、でもそうやって自分の限界をマリオ自分で決めるのやめよう。それ なんかこれ連打とかしたらなんか意味あんの、これ。連打の意味はないの。連打した方がいいんやったら連打して、いやへい新しいの出たやけど、何これ、お前何やねんこれ。え、そんなモーション知らんもんさ俺。これなんか先ハンバーガージャンプうーって言うねんけど、なんかほらうーっていう、なんどうした、悲しいな、悲しいわ。目覚めけへんかったら悲しいなこれとかむっちゃ可愛いねんけど、なんなんこれ。俺これ買うわ俺。これ以上大きならへんやった俺、これ買うわペットとして。これめっちゃ可愛いねこれめっちゃ可愛いねんけどめっちゃコンパクトやでこれ。お前これ多分手荷物に入るで、これやったら飛行機乗った時も。じゃあね、なんかさっきさ、なんかしゃがみジャンプみたいにせえへんかった。これや、待てよ、あ、これか、はい、分かった、これで飛べばいいんや。これで飛んだら絶対俺可能やと思うわ。頑張れマリオ、自分の限界超えろ。今超えると来た、いけもうやめほんな。いや、もう俺そういうやついっちゃん嫌いやねん。ごめんやけどマリオ、そういうやつと短いパスタだけは許せへんねん俺。やばんしんな、
ら行けへんも悲しいもん、おじさんも悲しいもん。でもおじさんは何で悲しがってるか分かる？マリオが行けへんことが悲しいんじゃないで、おじさんは。おじさんはマリオは行けんのに、ほんまやったら行けんのに、やのに行けへんって思って悲しがってるマリオを見んのが悲しいです。だから行ってください、あなたならできます。いやーじゃないです。よし行け、スーパーマリオ。いやもう違うって、だからなんか空中で飛ぶ技ないの、マリオ自身。多分これ俺上なんじゃないかなと思ってんの、実は。かもっと隠されたなんかあるんじゃないかっていう気してんねんけど、ここに土管があって入れるってことは絶対なんか意味があると思うねんな。ここ入るやろ、入ってグワー連打して、グワー連打して、いや無理よな。でもちょっと待って、こんな難しいコースを一発目に引き当てるっていう俺のラックのなさにも驚愕なんやけど、もうとても難しいじゃないもん、こんなウルトラ難しいっすぐらいに昇進は。その上の多分記録出てると思うの俺。いやこれ近いとこまで行くねんけどな、マックスジャンプでやっとなんかなっていうぐらい。いやだからあの頂点のところで、あのフードプロセッサーみたいなことしたらいいと思うねん。いやーちょっと待って、これはかなり、あかん、全然あかんもん。これ違うって、絶対なんかあるて。これまさかって思ってんけど、まさかさ、ここほんまはここ入ってさ、これ左側とか右側とかに、あ違うわ。あちょっと待った、左側に土管あるやん。うわーもうそんな全く見てへんかった。そういうことか、マリオさん。うわーこれは申し訳ないことしたね、本当にマリオさんにとっては。残すところ、これな、見といて、これな、こう入るやん、こう入ったら左側行くねん、すぐ。ほらこれはこすいわ。ほんでこれ行ったらちゃうやんって。だからなんやねん。よし来た、こっからこう行って、こっから向こうにこうや。ほら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 、なんか動いていった。いやこの、でもこの道中でなんか隠しブロックとかあったりする、絶対ある。なになに、なに、知らんもんだってそのルールを。ピョン飛ぶんか思ったわ俺。うわ危ない、あ何してんねんお前。あかん、こっからや、ダッシュしてジャンプや、多分こうちゃおいやちゃう、でもじゃあ何か分かんないよ。じゃあなんか腹立ってきた。なんか この看板の無垢材にも腹立ってきたわ。もうこれなんかさ、てんてんてん、こうジャンプして、え違うか、なんか、俺あの仕組み知らんからな。なんかあれを持ったりとか、なんか叩くとかそういうのがあんのかな。いやもう違うんじゃない、俺やっぱり違うと思うわ。あの下はもう全部が偽なんじゃないかっていう気がしているわ。おそらくあっちの上で全部気を使わせる気で、こっちやねん、ここのダッシュがやっぱり全てやねんって、お前の努力にかかってんねん。いけ見せろ。あほら惜しいねん、惜しいねん。これもしかしてさ、クリウ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 リを遅らした方がいいんちゃう。これ残り1機でちょっと俺見せるわ。ここで乗ったら持ってるで。でもマリオほんまに今の今までいけへんかって、29回僕死んできましたって、やけどって、30回目で最後の僕のラストチャンスで僕物にしたんですよ。お前絶対就職の時有効に働くでそれ。これすごいで、みんな52回チャレンジしててゼロやクリア率。え、どういうこと、うちの30俺ってこと。パッパパッパッパーン、雨が降る時もそうさ、君の笑顔は100点満点。ここらへん来た来た、やっぱぐるんぐるんぐるんを遅らせんの、なんでやねん。来たのに、ほうやってくれるやん。ついにおじさんを怒らしにかかってまいりましたね、このゲームは。やっちゃいけないところに手を出してしまいました。グーン、ヤッホー、
もんすごいはっきりとしたイヤーこうやろ、こうや、よっしゃ。いや違うな、これここにあるぞ。ほらもう目に見て分かってんだよ、お前の考えることなんか。こんなんやって届かへんやろ、普通に考えたら。ここ届かへんさ、もうな、お医者も舐めてかかったらマジ言わすぞ。もうええって鬱陶しい。何やねんこのコース、ほんま舐め腐りやがって。おっしゃ、このおじさんの31年間叩き込もう。ほんならバリオ、お前ももうもろともよ、行ったろうで。パッパラパパン、雨が降る時も槍が降ってても、君の笑顔笑顔てっぺん糸ショー、たとえささ乱れ。もうさ、ちゃんとやろって。だからそこは今だから、おじさんが31年間ぶつけようって言うて、おじさん31年間ぶつけてる最中なんやから、そういうとこしっかりしてくれな。そうやろ、なんか知らんけども、良い子のアーリノさんっていうのかが、なんか分からへんけどね、まだ分からへんけども、なんかマリオメーカー2のね、私の作ったコースを動画かなんかでプレイするとかっていう話だからな。ほんまにちゃんとやろマリオ。俺も怒るとき怒るからな、ほんまに。もう悪いけど、俺は先生は手出るからな、ほんまに。あかん、それいや、それごめん、俺が悪いわ。ごめん。あとでもおかんかんおけに入れて送るわ。俺はいけたんちゃうかな。いや今のはマリオの問題なんじゃないかなと俺は思うけどな。でもそういうもう話はもう裁判所だけにしようや、マリオな。責任の所在について話しようてもキリないから、それは。もうそういう話すんやったら俺やめるけど、もうええわ、やめるわ。じゃあもうお前、俺のせい、お前のせいっていう話を俺はもうごめん、こうするためにこう来たんちゃうから、もう ごめん。ほなもうやめるわ、もうほなやめるわ。うん、そやろマリオ。うせやおじさんも、おじさんな、おじさんお前のこと好きやでマリオな。よっしゃ、一緒に行こうな。頑張ってるお前の姿見てんの、一番見てんのおじさんやな。ほらなマリオ、もう違う最後のなんかあがきよそれでもみたいな、それでも雨が降る時もやな。えマリオ、寝癖を直してこようかな。クックドゥルドゥルみたいになってるね、クックドゥルドゥルみたいになってるよ。よし、こうやろ、ビヨンやろ、こうやろ。もうここまで来たらごめんけど、お前の発想なんていうのはごぼうが食物繊維いっぱいっていうことぐらい明らかなことや。もう何してんのって、なんでそういうとこでそういうミスすんの。今からやっとおじさんのトークも回っていくとこやん。マリオの走りがいやーじゃないの、聞け話をちゃんと。いやもうええわそんなすんやったら。そんなんしてて誰が認めてくれんねんお前を。誰がお前をスーパーなマリオやって認めてくれんねんって話やん。そうやん、それでこそお前やん、それでこそスーパーマリオやん。お前違う、お前スーパーマリオじゃない、スーパーマリオやろ。ってことはお前マリオじゃあかんねん、お前はもう一度なんか行かなあかんねん、マリオの向こう側に行かなあかんねん。お前はそれを自負しとけ、お前は子供に夢を与える。なんやねん、ここないんかい、ここ。ほんでここなかったんかーいやん。ちょっと待って、ここあるから。よし。あ、うお。ちょっと待って。一回上登って。マリオ、違う。お前ペアで飛ぶやろ。よし。ないな。よし。もう絶対ある。いや、やってもだ。いや。え、この場合どうしたらいいの？ちょっと待ってよ、考えよう。マリオ、一回右に抜けてから、マリオジャンプして、いやもうジャンプするんだったら右に逃げ切ってまうか。はいはい、こっからもうじゃあなんかこのこれ嘘つきってことでいい。じゃあこれこの無垢剤は嘘つきってことでいいね。じゃあよし、それやったらいいわ。刑事罰を与えるべきだと思います、僕は。こうよし、危ない。これ出して、はい、登ります。ここまで最速できております。はい、ここ出します。はい、ここ乗ります。そんなん知らんやん、もうなんやねんそれ。あ、作ったあれ。そんなリアルタイムで対応されたらおじさんもたまったもんじゃないよ。え、なにこれ、ライブパフォーマンスしてんの。じゃあ俺とマリオって今信じられへん。うわ、ほらもうそこでイヤホーかましてもうたやん。ほら、あーもう全部狂うた。
今ので全部来るなあマリオ。それはちょっと話が違うな、正直俺らから言わしてもらうとな。それ言うのだけはなしにしようぜっていう話で来てんねんもんな、こっちに。そうやん、そうやん、違うやん。だからなんやねん、そんなにお金欲しいんか、金に困ってんのかお前。でそこまでして金に困ってコイン集めるって、お前仕事してるんちゃうんか、お前配管工かなんかの。お前だからこんなことばっかりして配管をこうしてへんからあれやろ、だからピーチもお前あれしてくんやろ、お前いつもあの どっか飛んできたでしょうねや、クーパーと。ただな、一つ言わしてもらうけどな、あのああいうなスリルを求める女はな、気ぃつけた方がいい、ね、これはもうおじさん一つ言うとこ、あんなもうほんま結婚したらもうほんまお前の週休2日とかはもうあっちゅう間に飛んでいくから。私あの360度パノラマのなカフェできたから行きたいねとか絶対言うから。あこにな、なんか新しいな服のな店あな開いてな呼べってか、ただのアホやないか。もそんな金に困ってるって今言われてもな、もう前もって段取りあるからこっちも言うといてくれな。例えばそんな今俺2万円貸してとか言われても俺渡しようないで、お前に悪いけど絶対モテへんもんな、そんな服で。そんな服でお前原宿なんかあれ言ったら笑いもんやで、多分天下の笑いもんやで、スーパーマリオが。え、そんなことだけは避けてほしいやな、おじさんも。そりゃあっておじさんも小さい頃から見てきたんだから、君を、君の背中を追ってこの活動してるまであるよ。まあ嘘やけどな、ここ出てくるやん、ここ、うん、ここ出てくるやん、さらにここ出てくるやん、これがフェイクやねん。これなんか ここら辺出えへん、これ出へん。いやこれこ俺国で直で行くと思うね、国で。えほんまに言うてる。いやこれ俺向こうに降りたらだ段階でもうあかんから、こっから直でちょっと一回頑張ってみて。うわ惜しい、これ難しいけど俺多分そうやと思うねんな。いや惜しいわこれ、難しいな。この場合ダッシュジャンプじゃないから頂点でぐるぐるぐるパ決めた方がいいかな。ここでミスせえへんはできたもんな、やっぱりミスせえへんっていうかミスでけへんもう、うん、体質的に生理的に無理やわ、もうミスするってことが俺には。もう早いけ、あかん、ほらやっぱスピードが落ちてしまうねん。バッタラダダンデッタレッタタン、牛は白黒パンダも白黒だけど君の笑顔ラブラブピンク、うん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 、もうここのサックスに混ざりたいもん俺も、ソックスとして。ほらもうわけわからんこと言い出した、わけわからへんこと言い出すタイム来たで。ほんでもうお前えらいとこからなんかえらいとこから、あ、なに、あ、こんなんあんねやった、お前おじさん鬼に金棒やでこれ。ほらちょっと待って考えろ、絶対なんかなんもないわけない。嘘やん、え、嘘やん嘘やん、それはないって。え、これ右へ飛べって言ってんの、え、無理やと思うで、このな何も見えへん状態でもう行けへんや、一回行ってみる、ダッシュで死ぬの覚悟で。うわちょっとこれなんかあるぞ、いや絶対あれおかしい、あの距離絶対無理よな、高さが出てるってこと時点でもうあの距離を高さ出せば無理やって、ギリギリ距離的に行けるから何回言うねん距離って。キムリか。今の渾身のツッコミはマリオ絶対バカウケやで、ほんまにツイッターで拡散の嵐ちゃん、フェアーって言ってるの本当に。すごいやんお前、スポーツマン精神。え、なんなんこれ、あ、そんな感じで出んの、じゃ全然ギリギリ攻める意味ねえじゃん、これもしかしてこの上とかにあったりとかせえへん、せえへんか。じゃあまあここは普通にこう行かしてもらってってことやな、こっからやと思うね、さすがにここなんもないってことで俺はないと思うねんな、もうちょっと こっちの方とかない、いやーまあでも行ってみるしかないんかな、なんかが起こることをかけて。いやいやこれむずいで、いや俺上から行くんじゃないかなと思ってんね今になって。ほんでさ、このやっぱりここの部分が気になってんねん、このドラムの部分が。これ何にもないんかなほんまに、ここ。まあええわ、でもそんなこといちいち気にしてられへんわね、マリオが。よく言うやんマリオが、マンマミーヤって言うやん、よくそういうことやん、みんなあれってマンマミーヤって言ってんちゃうねんで、マンマミーヤって言ってんじゃん、あれ知ってた、目の前のことを一つ一つ繰り返していったらいいねんな、深く考えることなんかないな。おい、確かに難しいことはいっぱいあるかもしれへんって、壁にぶち当たることいっぱいあるかもしれへん、でもな、でも
いつも自分の目の前にあることを一つ一つをそのままクリアしていったらいいんや。そのまんま見やな。そういう意味でマリオさんはいつも言うくださっております。何してんねんお前。もう仮に俺が指示したとしてそれをするお前もどうかと思うで。俺は確かにおじさんが悪いよ。今までおじさんがやったんだから。そうです、おじさんがやりました。だけども君がもしねその状況に置かれた時にやる？おじさんならやらないね。だってそんな向こうに向かってビョーンってなんかそんななんかようわからない。いやもうそんなことしひんもん。おじさんも、いやちょ待って、そのいやおじさんのちょ おじさんの技術確かめろよ。これすんなって。お前何してんねんお前。それはもう声も荒川静かよこっちは。え？ほらこんな空気ならないかお前のせいで。いや絶対に無理やな。でも絶対に無理ってことが分かりました。だから考えられる可能性として出てくるのはそれあれあこには違う方法で行くしかないということや。もうよう考えたらピーチ姫って名前すごいよな。ピーチ姫、桃姫ってことや。ようそんな名前自分につけたなと思わない？俺だって絶対無理やな。俺まずそのフルーツの名前と自分を合わすなんてそんなおこがましいこと俺絶対できん。フルーツに申し訳ないやん。そんなしって言うてなんやろ、ザクロとか。ザクロ男じゃん。ザクロ男。俺ザクロ男はたまたなんかなちょっとまあザクロにはまあ非常に申し訳ないけれどもちょっとなんかこうあれがあるやん、可愛さはなくなるやん。ザクロ男いいな。子供に決めた。俺子供にドラゴンフルーツつけるわ。俺の子供。もうええって。元気なドラゴンフルーツご出産おめでとうございますって言われたかな。じゃあ看護師さんに。あ、ありがとうございます、おかげさまでって言って俺言うわ。あ、甘いドラゴンフルーツ。3000g の甘いドラゴンフルーツですって。ドラゴンフルーツ俺はあんま知らんねえけどな、そもそも。でもそんな名前もね、あんまりつけてあかんよ。みんなもそういう年齢やろ。もう子供できてもおかしくないやないか。それで言うたらやっぱみんなにちゃんと名前つけてあげないと。ちゃんとっていうか、まあそれがちゃんとした意味合いでつけた名前ならいいよ。全然キラキラネームでも俺はいいと思う。その子が背負っていける分のねキラキラネームなら全然いいよ。だけれどもね、そのドラゴンフルーツだとか道端アンジェリーカだとかそういうね名前はあんまりやっぱりつけるべきじゃないよ。待てよ、これさこういくやんか、こうちゃん。おおい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 、マジかよ。いやーこれは面白いな。ちょっと待ってよ、あれどこに繋がるのか見てみないと なんとも言えへんけどね。まだ別にゴールに行ったわけじゃないから。まさかやったな。こうやろ、こうやろ、こうやろ。でこっから多分もう登れるよな。どこ行く？お、あ、祝ってくれてんじゃね。これは面白かったわ。いやこのコースはやるべきやと思うよ。これはねおもろいわ。やっぱね鬼畜ゲーム好きにはたまらんコースやったと思う。あ、一番乗りやって、しかも俺29、あ、そうかいっぱい死んだけどその時間はかからへんもんね。いやーほんまにね面白いコースでしたね。ハーフソーリーありがとうございました。いやー楽しかったけどね、ただもう時間がいっぱいいっぱいなんじゃない。あ、これほんまにね楽しませてもらったから今回はちょっと世界のコース1個行って終わりってことに、なってしまったっぽいですね。本当ならねこっからコースを作っていくということをやりたいなと思ったんですけど、やっぱね透明なドラム缶っていうの、ああいうのも使うの面白いし、で何よりなんか結構俺のさ作りと被ってたとこあったけど、ゴールの行き方とかあったけれども、でもやっぱりね全然罠が多かった。だからそこの部分は学ぶべきとこいっぱいあったんやけどな。まあ本日はね、コース作りこそできなかったもののね非常に楽しいコースプレイさせていただきました。本当に作った方ねありがとうございました。まあ私のね前に作ったコースも遊んでくださった方がいるようで、コメントとかね私のコースにねコメントをこう残してくれたりとかする機能があるんですよ。そういったのも見たりしながらね、やっておりますけれど、あんなまあしょうもないものをねプレイさせてしまうのはやっぱ申し訳ないんでね、次回ぐらいはやっぱりちょっとまたコースプレイした後にね自分のコースなんとか公開できればなというふうに。と言いますことで本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様本日も一日お疲れ様でした。